ファミコン互換機は、ニンテンドーから発売された、ファミリーコンピュータ、およびニンテンドーエンターテイメントシステムの互換機である。ここでは、主にニンテンドー非公認の製品について記述する。互換機には、ニンテンドーのライセンスを受けた正式な商品と、ライセンスを受けない非公式な商品がある。非公式のファミコン互換機は1990年、頃から登場している。 特に南アメリカ、南アフリカ、旧ソ連諸国など、ニンテンドーから正規品が発売されなかった地域では、互換機が手軽にファミコンソフトで遊べる唯一の手段となっていた。2003年にニンテンドーがファミコンの生産を打ち切り、ファミコンに関する特許権も消滅したため、現在は各メーカーが様々なファミコン互換機を生産しており、日本国内でも多数流通している。 ディスクシステムは接続できても純正にあったマイク機能は利用できない。コネクターが NES 用の機種の一例ファミコン互換機のメイン基板 Nintendo 64のコントローラーを模したファミコン互換機発売されたノンライセンスの互換機及びメーカーは多岐にわたるがファミコン互換機能のコアとなる互換 IC は多くの場合互換機関で共通のものが使われている。 これらの互換 IC は集積技術の発達により2から3トル程度の小さな一つの IC にファミコン相当の機能が収まるほど小型化されている。また多くの製品はニューファミコンのように AV 仕様の本体である。ファミコン互換機はただファミコンのソフトが遊べるだけでなく以下のような特徴的な機種も多く存在する。製品としては主に以下のものがあるが 無名メーカー製品のものが多数存在する。この他、小型の筐体に液晶画面を付けポータブル化したものや、ファミバンスのように、ゲームボーイアドバンスや、ニンテンドー DS のスロット2に互換機を差し込んで、ファミコンのソフトを動かせるものもある。ありがとうございます。